関西有数の梨の産地である大淀町では地元の果樹組合が最高級の20世紀梨をプレミアム商品として新たに販売を始めました価格はなんと1個1万円ですこちらが今年初めてお目見えした税抜き価格1万円の奈良県プレミアムセレクト20世紀梨です大淀町の大和田高原地区では先月から梨の収穫が始まっていて 現在は主力品種である二十世紀などの出荷が最盛期を迎えています。重さ四百五十グラム以上、糖度十二点五以上などの厳しい基準をクリアするプレミアムセレクトの実は、例年では収穫量の零点一パーセントほどで長雨の影響で全体的に実が小さめの今年はさらに希少価値が高いといいます。去年までは地元の直売所など。 限られたルートでしか購入できない知る人ぞ知る商品でしたが今年は50個限定で予約販売されることになりました商品の予約は道の駅吉野寺大淀愛センターのホームページで今日から受け付けていますこの商品をきっかけにあの奈良県大淀町にはこんなにも素晴らしい梨ができる産地があるんだということを 県内外の人に広く知っていただいて他にもいろんな品種がありますのでそれの PR になればと思います。